今日はいい天気ですね。ま、曇天なんですけどね。煙も四方八方から上がっていますし、油っぽい匂いも相変わらずですし。愛らしい方を連れ、共に時間を過ごす。それだけで心が澄み、満たされるようです。どうしました？お腹空きました？よくできました。偉いですね。確かに苦戦されているようですね。では、やり方を変えましょうか。はい。言葉遣いを変えるのではなく、俺の恋人らしく振る舞ってください。恋人に向かって承知とはなかなか言いませんけど、それが君の個性だと思うと愛らしいですね。それは俺が教えますよ。まずは腕を組みましょうか。ああ、いえいえ、君一人でするのではなく、こんな風に、俺の腕を持ってください。こういう風にする男女、上界ではいませんでしたか？夫婦。いい響きですね。ありとあらゆる手間暇をすっ飛ばして、君とそういう関係になるのも悪くありません。ですけど、下界では恋人同士が行うものです。だから気軽に俺の腕を取ってください。わかりましたね。俺ではダメですか？君の恋人となるためには、何をすればいいですか？すみません。ですが、そうやって俺の腕に顔を埋めるのは逆効果ですよ。君への愛しさが増すだけですから。さて、こうしてずっと立ち話をするのもなんですし、歩きましょうか。今だけはエルトと親しげに呼んでください。では、改めてどうぞ。後半のは聞かなかったことにします。それでは参りましょう。
リンゴのように頬を赤くして、可愛いですね。いらっしゃいませ。ああ、旦那、こんばんは。どうも。角の席座っていいですか？ええ、どうぞどうぞ、ご自由に。ありがとうございます。では、参りましょう。今日は楽しかったですね。充実した時間が過ごせてとても幸せです。君もそうだと嬉しいのですが。その様子だと違うようですね。俺の相手大変ですか？ええ、不摂生は俺の特技です。俺の背中を見守るだけの簡単で退屈なあの仕事ですか？そう。なるほど。君は俺のことをどう思いましたか？恋人ごっこをしている間、俺のことをどう見ていましたか？男として、恋人として意識してくれましたか？そうですね。それは失礼しました。あんなのとは？君はどうなんです？ただ疲れただけですか？それとも何か得られましたか？そうですか。それは残念です。俺は一緒に過ごす相手を喜ばせるのが趣味でして、俺ばかりが楽しんでいたようですね。どうすれば君を心から楽しませてあげられるのでしょう。おやおや、それは難しそうです。気に入っていますし、好きです。愛したいとも思っています。ああ、俺の心が欲しいと？嬉しいですね。結婚式はいつがいいですか？披露宴は何回しましょう？
わかっていますよ。言いたいこともなんとなくわかっています。俺に君は必要でないという君の自説についてあれこれ考えているのでしょう。もしそうだとしたら、君は拒みますか？俺なら受け入れます。そういう風に生きてきましたし、これからもそうなんでしょう。本当の自分の形がわからなくなっても、相手が求めてくれる限り、俺は存在し続けられる。ですから、自分が何者かなんてどうでもいいんです。なんて、意味がわかりませんよね。すみません。やった！本当にいるし！エルと、来てたなら声をかけてよ。そうよそうよ、寂しいじゃない。おや、賑やかな方々がいらっしゃいましたね。最近ご無沙汰でしょ？今晩付き合ってよ。そうしたいところですけど、今夜はちょっと。ダメなの？いつになったら、あの夜の続きをしてくれるの？体力がある時ですね。徹夜明けなんです。今日は本当にありがとうございました。おかげさまでいい息抜きができて楽しかったです。皆さんとは誰のことですか？それだけですか？俺と君はどこまでもそれだけの関係で居続けなくてはいけないんでしょうか？
雇い主と護衛ということです。確かに俺は君の剣が好きです。騎士のような振る舞いが大好きです。ですけどそれだけで終わるなんて嫌です。君は自然に育まれる愛を知らずに生きてきました。上界で生き続けるならそれでもよかったのでしょう。ですが、下界は違います。愛は自由であり、自らの手で掴まなくてはいけない。でも君は、その方法を知らない。俺はその方法を君に教えたい。愛し愛される喜びを伝えたい。孤独な人になってほしくないんですよ。さあ、君のことが好きなんじゃないですかね。言い方が軽すぎましたか？でも、実際そうです。恋や愛の始まりは、大体些細なもの。気づかないことも気のせいだと思うこともあります。存在するのに目に見えない。形がないのに様々な形を持つ。愛とは、不思議なものです。難しいですか？では、形で表してみましょうか。いいから、俺を見て、じっとしていてください。これだけでは終わらせたくないですね。何って口づけですけど、キス知りません？なるほど。では、どういったものですか？触れるだけのキスしか知らないなど、人生の3割損していますね。まあまあ、そう言わず、欠けた部分は俺が教えてあげますから。
そうです。形で愛を表すと言ったでしょ。ほら、ちゃんと俺を見て。キスは愛情表現の基本中の基本。キスにはいろいろと種類がありまして、今のはライトキス。君の知っているキスは今のですね。キスですよ。するというより舌の方が適切ですね。誰が許さないと言うんですか？エルタクリード・バーレンティンを罰せられる者は、このリベラリタスには存在しませんよ。さあ、レッスンの続きをしましょう。こうして、何度も繰り返すのがバードキス。唇全体を包み込めば、バインドキスです。まだ続けますか？いえいえ、今のは全て受け身だったでしょ。キスは互いの気持ちを確かめるもの。君にも求めてもらえれば、俺も君ももっと楽しめます。いいですよ。今日は、ということは、後日を期待していいんですね。好きですよ、今の声。そそられます。ですが、さすがに不眠でことに及ぶのは大変ですから。今日のレッスンはここまで。続きは今度、ゆっくりしましょうね。
俺がしたのはキスだけだというのに。あのさ、手、早すぎない？わあ、気づかなかった。なんだよそれ、わざとらしい。見せびらかしたんじゃないの？俺にはそういう趣味はない、とは言い切りませんけど。言い切らないのかよ。ノーマルな行為を続けていたら飽きるでしょ。アブノーマルもたまには楽しいですよ。どうでもいい、興味ない。パスタだってそうです。同じ味を食べ続けるとたまにおかしな味を試したくなるでしょ。エロとパスタを同列に考えられるエルトの頭がおかしいと思う。ウルリク、言っておきますけど、パスタはエロいですよ。なんだよその親切、逆に興味深いんだけど。スープ系のパスタを食べている女性は口の中に入れた後、高確率で唇を舐めます。そそられませんか？そそられねえよ。いちいち相手の口元見て飯食うかよ。バカじゃないの？バカ。ぼっちにはわからないんですね。かわいそうに。わかりました。次はスープ系のパスタを作りますから、俺の唇を見ていてください。誰が見るかよ、気持ち悪い。だいたいエルトは男だろ。ウルリク、それ本気で言っていますか？何が？俺が男だってことがです。確たる証拠を見たことがあるというのですか？ないけど、どっからどう見てもそうだろう。女好きだし、はべらしてるし。わかりませんよ。蓋を開けてみたら、ユリの花園が広がっているかもしれません。その蓋開けずに固く閉じてテープで巻いて川底に沈めてやりたい。っていうか、話戻すけどさ、キスするの早くないか？手を出せと言ったのはそっちでしょ。はあ？出しそうとは言ったけど、出せとは言ってないっての。あんなに翻弄しちゃってさ。キスが原因で仕事がおぼつかなくなって、護衛の仕事をおろそかにされた結果、エルトが死んだとしても、それって自己責任だと思う。愛のために死ぬ。悪くないですね。バカ、死ぬのは悪いことだろ。あいつは女だし、
同じ屋敷で住むんだからそういう関係になるのは自然だろうけど、やっぱ手を出すの早すぎ。実は惚れてる？恋焦がれるほどではありませんけど、惹かれていますね。そうでなければ雇いませんよ。しかし、ちゃんと女性として見れているのかは自信がありません。そういう目で見ようと思っても、なかなか難しいんですよね。相手は騎士様だから？それもあります。あと彼女が城下出身だからですね。恋愛とは縁がなかった方を自由奔放な俺が振り回してもいいものかと。自由って自覚あったんだって。それはさておき、心配してるにしてはめちゃくちゃ振り回してないか？そんなことはありません。俺なりに手加減しているつもりです。あの流れであればベッドまで持ち込めますよ。でもしなかった。寝てしまえばその瞬間から他の女性と同じように思えてしまう気がして。彼女は彼女で神聖なままでいてほしい。でもそばにいるなら触れたいですし、もっと俺のことを知ってほしい。これって恋でしょうか？恋っていうか変だよ。わかるー、わかるーじゃないっての。あんたってほんと思考がむちゃくちゃで全然理解できない。ミステリアスなところが魅力的と？照れますね。褒めてない。しかしすみません。同性の方からの濃厚な愛はお断りしているので。そういう気持ちも一切ないから。僕って優しいよな。こんなあんたの話し相手になってあげてさ、感謝しなよ。していますよ。いつもありがとうございます。愛していますよ、ウルリク。やめて。僕は誰の愛も受け付けてない。そんなのどうでもいい。そんな生き方でよく女に刺されたりしないね。うまくて器用なんですよ。何でもね。下ネタはやめろよ。あ？別にそういう。ああ、はい。うまい、器用をそう捉えたと。いやはや、18歳の発想は素晴らしいですね。はあ？無意識で言ってたのかよ。変態かよ。まあ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 、変態同士仲良くしましょう。うるさい。僕は変態じゃない。
とか言って、今読んでるのもエロ本だったりするんでしょ。違う、専門書だ。専門、マニアックな。バカ、何想像してんのバカ。いい、帰る。バイバイ、死ね。ほんと、ウルリクはからかうと面白いですね。さて、俺はどうするべきなんでしょうね。人の期待に応えるのは得意なんですけど。彼女は純粋だ。あれこれ理由をつければ俺に従ってくれる。ウルリクに言ったことは過言じゃない。寝ることなんて本当にたやすい。俺も若いですし、この包みがいつまで持つかはわかりませんけど。怪我したくないというのは本心です。努力しないといけませんね。